皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況、今日も遊んでいきたいと思います。いいねランキングの世界の難しいから、レースオールドスクールプラットフォームス、セーバー16583さんですね。ベストクリアタイム29秒、クリア率 5.51%。 そんなに長くはなさそうかな。最近長いコースが多かったんでね、たまにはこのぐらいのコースもいいでしょう。これ難しいな。でも要はバネに乗ればいいってことでしょ。ほい、なるほどね、なるほどね。奇跡的にワンちゃん助かった。これいける上にダッシュで登れないよね。そうだよね。よいしょ、こうか。落ちないでここまで来れたけども、てかダッシュはダメなのかな、もしかしてこの辺。はい、あ、落ちたー。ここが狭いから要注意やで。とここも叩いたら積んじゃうのかな。ここはどうしようか。叩かないとあっちに行けなそうだよね。なんですかそれは。あんなところに道があるとは思わないよ。あれはずるいずるい。ぴょぴょんぴょぴょん、元気に軽やかにやっていこう。みんなから愛されるくるくるクールになるんだいね。なれるかな。なりたいんだ。なりたいな。ならなくちゃ。絶対なってやる。なってやる。失敗した。あ、でもいけた。奇跡的にいけた。一個でもいけるんだ。どっちやねーって、また土管に入るのかよ。やられたぜ。こっちこっち。よし、これで土管に入っていって、中間ゴール中間。音符を使ってからの、よいしょ、これ、いけるんじゃない。いけないんかーい。これは多分ね、音符の最後のジャンプの思い切りが悪かった。しまったー、しまったー。この辺です。ここで。よいしょ、どうどう。え、これ何、普通に思いっきりいってるだけじゃダメ。くるー、ダメじゃん。オッケー。最後ね、右押しっぱなしだと一マス分メットとずれちゃうんで、一瞬だけ左を向いて減速してあげた方がうまくメットを踏むことができますね。レースオールドスクールプラットフォームス、セーバー16583さん、ありがとうございました。次のコース遊んでいくる。お次のコースはこちら、スーパーマリオブラザーズアンダーグラウンドリミックスラン。走り抜ける演奏系コースかな。それにしてはクリア率低い気もするんだけど、ラン。なるほどね、こういうアクションがあるから難易度も高いんだ。左。ちょっと足んなかったか。あ、土管待って、扉入っちゃったけど、これでいいのかな。フリーボードのこの子、どんどん粉砕して、これはクッパだね。バイバイクッパーからの
コインは全部いただいて。ゴール。赤コインを取らなかったらきっと下の土管にいきなり繋がっちゃってたのかな。よし、ありがとうございます。この地下の演奏傾向室って渋いところついてきますね。スーパーマリオブラザーズアンダーグラウンドリミックスラン、サルさんでいいのかな。ありがとうございます。次のコース遊んでいこう。お次も演奏系のコースでしょうかね。スーパーマリオブラザーズ3アスレチック、テーマタマーさん、クリア率は 3.8%、 ブーストクリアタイム23秒。遊んでいきましょう。マリオ3、マリオ3のアスレチックの音楽、そら。あれ、土管、土管入ったよ。あ、なんだ、リセット用か。3って書いてありました。え、どういうこと。あれ、あー、わかったかもしれない、わかったかもしれない。尻尾マリオでパックも倒していかなきゃダメなんだ。やられたー。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャンないよね。ラス1、ラス1。チクショウめこれでどう？ゴールだよね。よっしゃー、最後しゃがんでよかったのか、しゃがまなくてもいけたのかわかんないけど、結構苦戦したわ。やっぱり尻尾マリオの扱い苦手かもしれない。苦手なことだらけだわ。スーパーマリオブラザーズ3、尻尾をブンブン振って自分で SE を出しながら進んでいく演奏系ステージでした。面白かったわ。お待たせいたしました。今日のラストはスピードラン、久しぶりに遊んでみたいと思います。マイセカンドスピードラン60秒、クリア率は 7.31% なんでそこまで難しくないと思います。クリアタイム42秒8。日本の人の作るスピードランとは多分一味違うコースになってると思うので楽しんでいきましょう。上か、いきなりこれはやられた。キラーに追いつかれないようにってます。ここは余裕だね。最後いきなりダイブロスしちゃってるのが心配だけど、おお、なるほど。これはまず道をしっかりと覚えてあげる必要がありそうだけど、ドス君は普通に終わっちゃっていいのかな。あ、来た、これ、これ苦手。よーし、来たー。いいじゃない。あ、ここで詰まるぜ。ほい、詰まるよ、詰まる、詰まるよ、トイレが詰まる。オッケー。なんかすっごい無駄な動きの気もするけど、三段ジャンプかな。違ったー、落ちていって、三段ジャンプじゃないんかい。これは投げる方だね、投げる方だ。でもベストクリアタイムに近づけるように頑張っていける。よいし
っぱりね、三段ジャンプとかファントムジャンプとかそういうのがいっぱいあるスピードランの面白いけど、なんていうのかな、こういう一味違ったスピードランっていうのもやっぱりね楽しいもんですよ。ワンプジャンプからの三段ジャンプと見せかけもどき、ここは走っていくだけで OK。 投げる、おい、バーを叩いてくれて、スターがいっぱい出てくる。伸びきってくるわけではない。ここはカビキックの方が早かったかな。なんだなんだ、パウパウは、あマリオの胴体が半分に切断されちゃった。グロいよ。これはサムネになるのかな。マイセカンドスピードラン60秒ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。